Yo, welcome back to a movie called Fruit Basket Prelude. A little backstory. I've watched the first three, the trilogy of like the original series Fruit Basket, and now they have a movie, a final movie that took place before the event of like the first three. Talk about the parents. Now, me personally, I think like I do like Fruit Basket, but one thing that annoys me is that Toru and Momoji. Those two were like the characters that makes me like not really enjoy. Well, I do enjoy it, but I didn't enjoy it to the fullest, if you know what I mean. I don't know. They were just too annoying, man. But yeah, I know I'm going to enjoy this movie because like Toru is not going to be in this. So yeah, let's just see what they're going to do for this movie, I guess. Damn, 30 minutes in, and now the movie finally starts. Yada, nani? Kesetsu ni renraku shita hou ga ii kashira? Whoa. Dame yo. Sa, ikimashou. Nani shiroshiro miten da yo, baba? Hana tsura waru zo, kore! Kowai wa ne. Oya wa nani o kyouiku shiteru no kashira? 中学に入る前にはもう手のつけられない子供になった。うん、いや、she was in the gang, right? Jeez. Oh, damn. この恥さらしの死。この世には必要な人間と必要じゃない人間がいる。お前、自分で自分が恥ずかしくないのか？他人に迷惑かけて、真面目にやってる生徒たちにも迷惑かけてるんだぞ。ガタガタガタうるせえな。怒鳴りゃビビると思ってんのか？ いいか、親が来るまで、ここにいるんだぞ。逃げ出してんじゃねえよ、バーカ。面倒見切れねえくせに、選ぶ理由だっつ。待ってたって、あいつらはどうせ来ねえよ。何を、そんなに怒っているんですか。はあ、誰だお前。説教なんてそこでやってろ、バーカ。説教ではないです。ただ、 何がそんなに腹立たしいのかと。なこれに関係ねえだろ。どっか行けよ。はい。でも興味があります。なんで私に困るの。さて、なぜだと思いますか。興味本位。Yes, I'm very interested. そう ですね。 I mean, he even said that you're basically like me, so. That's why I said it. イン銀ブレーで癖が強くてどこか冷めてるような男だけど、やばい、翻弄されてる、絶対からかわれてる。惹かれていった。We could tell. 中学にも頻繁に通うようになった。To see him。相変わらず授業には出なかったけれど、昼休みに必ず先生が会ってくれたから。 教育実習も調子いい。いたって絶好調です。人当たりの。先生、この眼鏡だてだ。なんでこんなのかけている方が先生って感じでしょ。ええ、なんそれ。おもう、like、he's just playing with me, right? 明日で実習が終了します。 この学校とも別れですね。でも、
How does she get away from skipping class, bro? That's weird. Wait, I think this is the first time she said him as a teacher. Kawaii. That's all. This all in here, bro. Come on. And he hugs her. No. マイナスさんが行きたいところへ連れて行ってあげますよ。え？ Jeez, that's a realistic bitch. 物覚えは悪くない。このまま行けば来月の受験間に合いますよ。本当に？髪の毛、そして巻かない方が素敵ですね。だから、そうやってすぐ人からか。He just complimented you, fam. What? 週末には。決まって親の思い通りにならない子供は我が子ではないと言い切りますか。一度も間違いを犯さず生きなければ我が子と認めませんか。あなた方はそんな神業的な生き方をしてこられたと、それともここまで無責任に親を放棄できる特権をお持ちだとでも。なんだ君は。他人の家庭の親に。俺はあなた方に意見するのは心苦しいですけど、曲がりなりにも結婚を望んでいる女性の。結婚？こいつと正気か、君は。正気だと思います。少なくともあなたよりは。反対されますか？物好きな奴もいるものだ。好きにしろ。そいつはもうこの家の人間じゃ。Yes, yes, you already mentioned, said it twice now. さっきの。本気じゃないよね。Well, of course I am serious. あんな形のプロポーズになってしまって。そういうデザインですね。いいよ。そこまでしてくれなくていいよ。そこまで面倒を見てくれなくたって。放り出していいんだ。Well, 私もう十分だから。もう大丈夫だから。Well, you're clearly not. 心外ですね。俺が哀れみから言っていると思ってるんですか。信じてくれないんですか。だって、わかんないもん。なんで私を選ぶのか全然わかんないもん。泣いたから。寂しいと言って泣いた君は、とても気を使っていたけれど。8秒。Please。初めから手放す気なんて。Wait, so they, he, she graduated. まだ信じられないなら、言葉で安心したいなら、好きなだけいくらでも言ってやる。ただ言い損はごめんだ。俺を選べ。Choose me. 今日こそ。お世辞にもいい生き方してきたなんて言えない私が、人間を産んで人間を育てるなんてできるのかな。私のせいで子供が不幸になったらどうしよう。The child is not even born yet. Well, that's both of your job to raise him. Well, don't repeat the same mistake as your parents. You know.お母さんがあの時どんな気持ちでそれを聞いたかなんてわからないけど、私が子供に言われたら死にたくなる。私ひどいこと言った。自分が言われたら傷つくことを人には平気で口にした。生まれてくる子が一人の人間なんだってことを分かってる京子は大丈夫だよ。同じ人間同士、
自分がしてもらって嬉しかったこと、自分がされて悲しかったことを忘れないでいてあげよう。 That's what makes us human, I suppose. 声を聞いてあげよう。悪いことをしたら、なぜそれが悪いことなのかをちゃんと教えてあげよう。もし、そしてもし感情に任せてぶってしまったりしたときは、ちゃんと謝ろう。そして、また抱きしめよう。もう二人で、そうやって育てよう。泣きたくなるほどの幸せは、ずっと続くと。Oh. Yep, there you go. ちょ、あと少しで終わりだね。そうですね。あ、また風邪っぴきなの？病院ちゃんと行ったの？なかなか時間取れなくて。ダメじゃん、心配だな。やっぱ私そっち行くよ。いいですって。君に移って、トールに移ったら大変です。明日には行くつもりですから。Promise? トールは元気していますか？元気だよ。今はすやすや寝てる。そうですか。近いうち、トールに兄弟作ってあげましょうか。励むの？励みます。じゃあ、また帰る時にでも電話します。うん、待ってる。あったかくしてしてね。病院も行ってね。はい、そっちも無理しないように。おやすみ、まゆなしさん。きっとパパからだぞ。パパ！はい、もしもし。はい。はい。朝、同僚の方が気づいた時にはもう風邪をこじらせたって。行くのが早すぎだよ。Wait. まだまだこれからだったろうに。あの嫁は何やってんだ。風邪ひいた旦那ほったらかして。どうした？No. だから反対したんだよ。二人の結婚は。Wait. He died because of the cold. No, man. Wait. It's COVID, bro. No way. What? あんなのと結婚なんかするべきじゃなかったんだよ。What's up with this, these people saying that I'm blaming the wife, bro? How easy for them just now? Yeah, it is this girl's fault. It's so unfortunate because of the illness, but just the cool. I guess I don't know. I'm just sick and tired, bro. Anime doing this, it's like, oh, it's a cool, it's died. I get it, but like, it's a common thing, but.にしても、いろみ。誰が死のうと、世界は一つも困らない。いつものように夜は来て、朝は来る。世界はきっと、誰も必要となんかしていない。だけど、それは悲しくて、それはとても寂しいことで、だから人間は、人間を求めるんだ。きっと誰かを必要とした。Yeah, like Toru needs you, bro. そんな誰かに出会えた。カツヤ。私にとってカツヤはそんな誰かだったんだよ。必要な人だった。And she needs you. やっと出会えた人だったの。お帰りなさい。どこへ帰ってももう迎えてくれる人はいない。
問題です。世界さん、ダメだ、うつろで思い出せない。トトさんが何度も来てくれてたような気もするけど、あ、トール、 Wait, トール Wow, I'm so confused。Well, at least she's obedient. Tadaima. Toru-chan. Adult Toru.So I love you? Okay. So that was Fruit Basket Prelude. It was good, man. I feel like if you cut down the first 30 minutes or like 35 minutes, yeah, this movie is not really that long, to be honest. Like, there was some, like, you know, what should we call it? Recap of like the previous seasons, talking about Toru and like Kyo love story, this and that, which is cool, but I feel like they didn't need to put it, but yeah.Either way, yeah, the death, yeah, I don't know, it's annoying because, like, he died because of the cold, which is fine, I understand, but, like, it's just too typical for me to say that it's annoying now, you know what I mean? Like, it's just like, come on now, man, let's be original with our death, man. Oh, man, that's so annoying. But in the same time, I feel like the love between Kyoko and Katsuya was...Well, you can see it was same as Arisa, right? Toru's friend. She was basically the same, like Toru's mother, and her love story with like one of the Somas. I don't remember which one. The one that was close to Akito. Yeah. But yeah, like you can see that how much you know Katsuya meant in Kyoko's life, because like He's the only one that cares about her. And yeah, other than that, it was a cute movie. It was a cute relationship that they have. It was fun, man. I feel like if they cut down everything that about the recap and just solely for between Toru's mother and Toru's parent, it would be great, man. But yeah, either way, this was a good, really good movie, man. I really liked it.Like I said, there's few minor problems that I have with this. Oh yeah, who the hell was the little sister, like, in the picture, you know, in Katsuya's family? Who was that girl? Maybe I'm forgetting, but yeah, either way, it was a good movie. I really liked it. Yeah, that's pretty much about it. Shall see you in the next video. Peace.